ビートルズだとどれマッシュアップするんですか。だからね、いやもう本当にね、こっからここに繋がるみたいな、あの例えば何だったっけ、ディズニー、ビートルズのパクリっていっぱいいるんですか。まあいっぱいいるんですよ。マッシュアップがあんまりひどすぎたから、あのあほらラブってあのシングル出たじゃないですか、あのマッシュアップしたようなやつ。あ、そうなんですか。 あるんですよ、あのもうメドレー的になんかもう DJ っぽい感じでこう繋がってる。へえ、うん、面白いな。いやもうあれ聞いてみるのかな、あのなんか仕事にはできないだろうぐらいなことをね、なんかこう対抗してやってる感が。僕の長女の結婚式も、僕ビートルズ好きだからって退場曲にわざわざビートルズ曲作ってくれて、オールニューラブですか。あ、オールニューラブ。祝電もビートルズ曲をおじが、ビートルズ歌唱文字って。一番下の子はあのジョン・レノンとデッド・インの、あの CC を送って、ひよっこってまずあったじゃないですか。ひよっこっていうあの朝ドラの、あ朝ドラのね、ビートルズ聞き違いのおじさんがいて、嫌悪感ってね、なんか設計家なんかで、でだけど外れてビートルズがいるからバイクでわざわざ言われた。あのホテルのとこまで、俺はビートルズ見たんだ。そういうエピソードがある。うん、そのおじさん、俺のおじさんがそのモデルみたいな。あ、そうなんだ。そうだ、今面白いですね。その時の大学生なんですよ。ああ、もうリアルタイムの大学生。一番友達もそのステルカもすごいの買って。一番食らった時期だ。すごい影響なんです、それも。なるほど、うん。いいですね。オンタイムで聞きたかったな。ね、俺もタイムだからね。確か60。2年からでしたっけ、ビートルズ。あ、始まりはそれぐらいですよね。うんうんうん、7年間で69年からが開催したんですよね。64年が東京オリンピックが、東京オリンピックとビートルズと、それも日本が、ね、うん、ガッチャガチャでね。一番、まあ、いろんな意味で盛り上がったね。暑かったです。すごい暑かった。かろうじて僕はあの大阪万博覚えてるんです。3歳で連れてってもらって、それは記憶がある。あ、いや、3歳の記憶は、うん、大阪万博は僕は高校2、3年ですからね。もう劇場のね、東京の時だから、うん、俺はもう小学生でした。いや、ビートルズの兄貴は大学生だから、みんな大学生、ビートルズ。あ、どれだけレコード持ってるかとかね、あ、どれだけのスピーカーを買ったとか、ブースのね、100万とかの、ね、でかいやつね。でもこれはもうね、で、どの曲が出たとか、イマジンが出たとかね、愛が出たとかね、みんなで自慢の試合なんですよ。イマジンの頃にはおいくつぐらいですか。ちょっと僕はその辺なんですよ。まあ、まだイマジンは70、あれって70年、70にしてる、70何年だろう、うん、今今日のか大学ぐらいか。ああ、でもそれぐらいですか、うん、デッドバックが同じのずっとね、繰り返しね。僕なんかね、あの本当に隣に住んでたお姉ちゃんがリアルタイムで見るんですよ。なんかね、聞いてたんですさ。でも、知らなくて、物心突き出してから、あれ、なんでこの曲知ってんだみたいな感じ。山のビートルズだ、すごかったですよ、なんか衝撃が。すごかったみたいですね。演歌からのビートルズですからね。ありましたね。そうね、それまでは、ね、イエローサブマリン温度とかありましたね。そう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 。イエローサブマリン温度はもう80年代だけど。